Y 字路の行かなかった方の道での物語。ストーリー、安藤隆。出演、大川康樹。午後になると太る男は長靴を履いて石畳の通りを突き当たりまで突進する。突端には大玉川の船着き場があり、近頃絶滅が叫ばれる玉川クジラ見物用の小さなボートが数隻係留されている。船着き場の記念写真屋が、クジラがジャンプするぞ、撮るなら今だぞと勧誘している。太る男は記念写真屋に見つからないように三角の縦看板に幾枚も貼ってある見本の記念写真を眺めようと近づく。小島由美の面影を追いかける太る男はとうとう船着き場の記念写真にたどり着いたのだ。川をバックに屈託なく笑うジーパンの娘は記念写真屋の腕を疑わせるピンボケだが、確かに貧乏旅行の若き小島由美に違いない。そこで太る男は毎日のように古びた写真を眺めに来るのである。だが記念写真屋は太る男が大嫌い。なぜなら太る男は太った体で看板を覆って自慢の見本写真を丸ごと見えなくしてしまうからだ。怒ると甲高い中国語で怒鳴りながら追いかけてくるので、船着き場の突端の階段まで逃げるものの、体重を静止しきれずに2段あるいは3段水中へ続く階段に足を突っ込んでしまうのが常だ。小さな土産物店や食堂が隙間なく並ぶ石畳の通りは影のような人々が行き交いにぎわっている。常に方法の手の太る男が通りの脇のドブ川で長靴をジュポジュポさせて濁った水を吐き出していると、辺りをいつものように静かな霧雨が覆い始める。ほの白い闇となって閉ざす。それを合図のように白いカーテンをつまんで思い出食堂の客引き少女ユエホンが短いまつげでウインクする。月という字に紅と書くユエホンは貧しい育ちの少女特有の大きな目をしている。太る男はいそいそと棒もあと生ガキを注文する。ユエホンはボーモアをパイチュー用の小さな歪みグラスに注ぐ。生ガキは水餃子用の丼に放り込む。今日もあれを言ってもらうのだ。心得たユエホンは太る男好みの棒読みで言った。ボーモアってストレートの方が甘くて飲みやすいですよね。すると太る男は熱心に答えた。あ、本当だ。ボーモアはストレートの方が甘くて飲みやすいや。エビ色のボックスシートは
背もたれが高いので、ユエホンは素早く太る男の太った指を取ってスカートの中へ導く。少女らしい三日月のほんの触りへ、くしゃみが続けて7回出たのは、どこぞ山の上ホテルのバーで太る男の噂をしてでもいるのか。太る男さんってまだ Y 字路にいて何してらっしゃるんでしょう。太ってんじゃねえの、あはははは。あんたは日本人かね。石畳の通りの赤と青のアメリカ柄のテントの下、豚の脳のスープ専門店の店主である中国人の父親が太る男に尋ねる。そう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 。太る男は愛想よく答えて、スープに浮かんだ豚の脳を噛まずに飲み込む。店主の横に利発そうな長男が座って悪い日本人を睨んでいる。